はい、皆さんこんにちは、ベイブレイクです。ようこそ、YouTuber ごつおりなわけです。今日もよろしくお願いします。さあ、最近結構力を抜く系の動画を上げていっています。僕のレッスンのところにもよく来るボイストレーニングを習いに来る方の特徴として、やっぱり男性の方に多いのができすぎですね。で、女性の方にもやっぱり力を使ってしまうって方はたくさんいます。はい、で、この力みを取っていくためには筋トレが必要ですよという話を、前々回あったりとかね、たくさんしてきてます。脱のどこへってお話もしてきてます。今日はですね、ちょっとそれを一瞬でパッてやる一つの歌う時の姿勢について皆さんご提案をしたいと思います。これね、効果が出る人には効果が出ます。なかなか素晴らしいものだったりしますので、ぜひとも見てみてください。10秒でできるボイトレの力が抜けちゃう姿勢、いってみましょう。はい、これはですね、どういった時に生まれたかというとですね、高校生の男の子でかなり高い歌、ワンオクさんであったりとかアンナベルを歌っている凛としてしぐれさんだったりとか、その辺の歌をね、バンドでやっているって子なんですよね。で、高い声をなんとか出そうとするときに上半身が力んでしまう。はい、もうね、見るからに力んでいるっていう方たくさんいます。で、僕も実際昔そうでした。はい、そういう人にはまず結構効いてきます。前々回あたりやってたのは側頭筋でしたね。頭の方を抜こうで、脱のどこへ喉抜こうで、ここ上げようとか、鼻腔も軟口蓋閉じないようにいろいろやってたんですけども、そもそもこの辺りが力んでいる人、めちゃくちゃ上にも影響が出ます。はい、なのでまず声帯とか、この声を出すために必要な中心部分って抜いていかなきゃいけないんですけど、そもそももっと外側が力んでる人、そこ取らないと、ここ取れないよっていう話になってきます。今日はこっち側を取る方法ですね。これはね、もうね、形から入るしかないです。はい、ということでやっていきましょう。何をするか、肩甲骨を開いて歌え、いってみましょう。それでは上半身の力み癖、強制無効化ポジション取っていきましょう。まずは片方の腕を背中へぐるっと回して、肩甲骨の間に指を突っ込んじゃってください。これ上半身、肩甲骨が柔らかくないと結構大変なポジションです。そしてもう片方の手も逆の肩甲骨に突っ込んでください。後ろから見ると X クロスですね。もうこの状態で腕が痛いっていう方は絶対に無理をしないでください。痛い痛い痛いっていう方はですね、片方の手はもう片方の手を掴んでおくだけでも OK です。こんな感じですね。この体勢のまま高音域も歌っていくっていうのが無効化させるために大切になってきます。はい、ということでまず皆さんこの体勢をとってみてください。痛い痛いって方は絶対に無理をしないように上半身、肩甲骨ほぐしましょう。 OK。 はい、ということで肩甲骨に両方指突っ込んじゃう、逆 X。 はい、なかなかね、これね、まず肩甲骨あたりとかこの辺、肩周りですね、柔らかくないとできません。なので僕の動画の中にも肩甲骨のストレッチ、肩甲骨筋膜リリースのね、このストレッチをやるといいですよっていう動画もありますけども、歌を歌っていくとき、ここが開く、ここがほぐれてる、かなり大事です。はい、でこれ何が大事かっていうとですね、まずそもそも胸式呼吸ですごく歌ってる人、この息を吸う瞬間にめっちゃ力んじゃうんですよ。はい、でこれを肩甲骨ロックした状態で歌うと、なかなかここを上げるってことがもうね、物理的にできなくなります。はい、まずこれ一つですね。胸式呼吸、あの別にいいんですよ、歌う瞬間に息、力が抜ける方はいいんですけど、で吸って歌う人も完全に声帯力んじゃってアウトです。それをロックする役割があります。もう一つ、これね、マイクとか持って歌ってる時にこうやって力が入るんですね。力がこうやって締まってきちゃうんですよ。肩甲骨も締めちゃう、まあ、ここまで大げさなことはないですけれども、こういう力みって働いちゃうんですよ。要するに力んでる力ってね、大体ここもそうだし、ここもそうですけど、縮む方に働いちゃうんですよ。だから縮めて歌っちゃう人が多いんですよ。でもこれ縮められないんです。縮められない、縮められない、縮められないってなって、あのもうこのまま歌うって言ったらもう開いとくしかなくなるんですね。縮めたっていう時に
分かるようになります。はい、で肩甲骨逆 X ロックで歌っていくと、上半身肩周り首周りっていうのが力使えなくなるんです、物理的に。なのでこれね、だいぶ効果が出てきます。どういう効果が出るかというとですね、本当にその高校生の男の子は、もうものすごいハイ A、ハイ B、ハイ C、ハイ D あたりでめちゃんこりぎんでたんですよ。無理やり自分を出そうとしてめちゃんこりぎんでたっていう子が力まなくなりました。で、そのおかげでその手前までやっぱトレーニングしてきてたんで、地声で出せる範囲ハイ B あたりまでだったかな、いきなりクリアに出せるようになりました。で、その上は突然ミックスオフィスが使えるようになりましたっていうぐらい、この辺ガリガリに力んでた人は何か変化が起きる可能性があります。ただその子はその手前までにあっかんべーであったりとか、息であったりとか、ここであったりとか、だいぶ鍛えてましたので、ここが鍵になってバランスが取れたっていうことですね。はい、なので今皆さんの現状がどうの現状か分かりませんけれども、ある程度の効果はあると思いますし、この状態でトレーニングをしていくってことが、力みがない状態で本来あなたが使える能力の声を出すっていうことにつながっていくと思います。で、ちょっと力み癖があるなっていう方はぜひ試してください。そうじゃない人でも自分じゃ気づかない力みっていうのがこれによって防がれていくことになると思いますので、まあ、ぜひね、試してみる価値ありがってということで、皆さんもぜひやってみてください。遥か先で君狙いを定めた恐怖をどれだけ僕は払い切れるんだろう。半信半疑で世間体気にしてばっかのイエスタデイ、ポケットの中で怯えたこの手はまだ忘れられないまま。はい、ということでこのチャンネルボイトレクエスト、いろんなクエストをお届けしていってますけど、今回は逆 X 肩甲骨開こうということで試してください。今日もありがとうございました。さよなら。東京都杉並区浜田山のオトニンミュージックでは随時レッスン生を募集しております。こちらの方をご確認ください。なお、ストリートアカデミーというサイトの方でも基礎講座を開講しております。ご興味ある方はぜひお申し込みください。